Once upon a time, there was a happily married couple. はい。はい、みなさんこんにちは。おはようございます。おはようございます。今日は今から検診に行ってきます。今35週目だったんですけど、34週目以降は検診が1週間周期になるらしくて、で今日はなんかいろいろ検査をするみたいなので一応見てこようと思います。はい、行ってきます。はい、今検査してきました。心拍数の検査と血液と尿検査。あ、尿検査。そうです、はい、赤ちゃんも大きくなってました。はい、ご飯食べに行きます。中華料理食べに行きました。卵、トマト、ご飯が食べたくて、あとディムさん。スンちゃんは何かな。私は花生菜、香酥、それは一緒に食べて、つまみで一口。今から美容室に行ってきます。なんかね、この間インスタでその出産前に美容室行った方がいいか聞いてみたのね。そしたらやっぱり結構先輩ママさん方が産んでからよりも圧倒的に、産む前に一回ちょっと髪の毛整えてた方がいいってことだったので、このカフェの近くの美容室今予約して行ってこようと思います。初めて行くとこなんだけど、で今ね、すんちゃんはちょっとお仕事の関係でお家戻ったから、女子で美容室行ったりとかして待ってようかなと思います。はい、では行ってきます。モリハルワッサイヤー。はい、今お家に帰ってきました。美容室の途中でね、電池が切れちゃって最後取れなかったの。でもすごく気さくな方で、でしかもなんか私 その今の悩みとか、あと産後起こり得る状況をちゃんと理解して髪をやってくれたかなと思ってレイヤードカットにしました。しかもすごくね、レイヤードカットって軽くなるからドライとかしにくいかなと思ったけど、すごい楽にしてくれて、だから明日から楽しみです。やっぱりいいね、美容室は。なので出産前に美容室行った方がいいよって言ってくれた皆さん、ありがとうございました。そのアドバイスのもとに、なんか今日気晴らしにもなったし、良かったなと思います。傷んでる部分も切ったしね。はい、そんな感じの一日だったかな。クリスマス用品買おうと思ったんだけど、福祉があるからね、まだいいかなと思って見るだけで、すんちゃんと帰ってきました。そんな感じで、皆さんも今日一日お疲れ様でした。また次の動画で会いましょう。おやすみなさい。 Good night。